毎度ひろぼうです。今回は100均で作るトップウォーターシリーズ丸9番のジョイントタイプジグワグに挑戦してみたいと思います。今回使うのは工作材料の B の9番 6ミリ厚の板を使います。マテリアルは切りになってます。こういう感じで6ミリ厚を4枚合わせて使います。そして端の1枚を 0.5 ミリカットして 5.5+6+6+5.5 のトータル23ミリで使いたいと思います。今回もお手本にするのはオールドヘドンのウッド製のジグワグです。トレブルフックが3つ付いたタイプと2つ付いているタイプがあるんですけども、2つタイプをお手本にしたいと思います。かっこいいですね。まずはこれらの商品を使って設計図を描いていきます。オールドヘドンウッド製のジグワグをお手本にシルエットを描きました。ジョイントタイプです。クリアホルダーでマーキングシートを作りました。マーキングもできたので丸1番横から見たところを削ります。これらの商品を使います。いらない木を下に引いて革の手袋をしてノコギリカッターでカットしていきます。次にカッター台で削っていきます。カットできました。少し押し切っているので切り口は汚いです。木工用サンドペーパーの80番で整えていきます。そして口の周りは木に貼って削っていきます。こういう感じでカットできました。端になる部分だけ 0.5 ミリ削りたいと思います。 5.5 ミリに合わせて動かないようにマスキングテープで固定します。サンドペーパーの80番を引いて削っていきます。強力両面テープフィルム製を貼って一つにしていきます。まだガタガタなので整えていきます。こういう感じで横から見たところが削れました。反対側もジョイント部分のマーキングができました。ジョイント部分をノコギリカッターで少し印を入れておきたいと思います。丸2番上から見たところをこういう感じで削りたいと思います。
まずはカッター台で削っていきます。次に80番で整えていきます。こういう感じで上から見たところが削れました。丸3番前から見たところ削ります。カッター台で角を落として八角形にします。だいたい八角形に削れたので、またサンドペーパーの80番で整えていきます。ジョイント切り離し前の粗削りが終わりました。横から見たところ、前から見たところ、後ろから見たところ、上から見たところ、下から見たところです。それではジョイント部分を革の手袋をしてからノコギリカッターで切り離します。こういう感じで切り離せれました。向きがわからなくなる前に矢印を入れておきます。それではこういう感じになるように削っていきます。こういう感じでジョイント部分が削れました。次にど真ん中ら辺に線を引きます。ノコギリカッターで軽く印を入れてみます。次に両面テープを外してバラバラにします。バラバラになったので、またそれぞれ溝を彫刻刀で加工していきます。割れてしまった時は瞬間接着剤のゼリータイプでくっつけます。
ジョイント部分ができました。こういう感じとこういう感じで合わせてみると、よいしょ、こういう感じです。そしてこちら側も合わせてみるとこういう感じです。まずは半分にして、ここの部分を瞬間接着剤のゼリータイプで留めていきます。次に浮き姿勢を見てみたいので、強力タイプ両面テープフィルム製を貼って一つにします。こういう感じで貼れたので剥がして一つにします。よくわからないですけども割引の代々を一つつけてみたいと思います。それではドン。8分の1オンス 3.5g も一度試してみたいと思います。それではドン。こっちでいきたいと思います。知らんけど、こういう感じで設計してみました。ウェイトはここに置いて、リアフックだけステンレススティールワイヤーの 0.9 ミリを使いたいと思います。これぐらいの長さにカットして、ポキッと折って、ぐにゅっと巻いて、刺します。こういう感じで整えました。動かないようにマスキングテープで留めます。マーキングシートもできました。マーキングもできたので彫刻刀で削っていきます。穴も掘れたので瞬間接着剤のゼリータイプで留めます。サラサラの瞬間接着剤で補強しておきます。ウッドパテを使ってこういったところをパテ埋めしておきます。それでは80番で整えていきます。割り箸に120番ぐらいを巻いて、ジョイント部分をきれいにします。木工用ドリル刃とミニバイスを使います。6ミリをセットしました。目の位置を開けていきます。引き続き開けていきます。
精密ハンドドリルの1ミリを使います。ラインアイの下穴を開けます。1.5 ミリをつけました。開け直します。サンドペーパーの600番で仕上げます。少し口周りをサラサラの瞬間接着剤で補強しておきます。爪を強くする爪強化ベースコートでコーティングします。乾かします。ジョイント部分はこういう感じでいってみたいと思います。これらの商品を使います。オス型を作るのに樹脂粘土を使います。カッター台でカットします。名前ペンのここを使って伸ばしていきます。これぐらいの薄さに伸ばしました。まっすぐに整えて乾かします。マーキングファイルもできました。固まったのでマーキングします。ハサミで切っていきます。サンドペーパーの120番ぐらいで整えます。こういう感じでできました。次にクリアホルダーとブロック両面テープを使います。肩が入るぐらいの大きさにブロックを組んで2段積みました。後ろに両面テープを貼ったので貼ってそこにします。耐熱ビーカーとお湯プラの透明色を使います。98度のお湯を入れたのでお湯プラを1本入れます。3分間待ちます。3分間経ったのでやけどに注意しながら割り箸で取って肩に入れます。よいしょ。そしてお姿を入れます。冷水で冷やします。よく冷めたので開けてみます。よいしょ、よいしょ。それではオープン。おお、できてる。こういう感じでできました。次にステンレス針金の 0.9 ミリとラジオペンチミニを使います。4センチぐらいにカットしました。当てて曲げます。よいしょ。果たしてうまいこといくんでしょうか。また当てて曲げます。よいしょ。少し長いのでカットします。よいしょ。
こういう感じで整えてみました。そして枠の中に入れてみます。よいしょ。レジン液のハードを流してみます。それどうなんでしょうか。それでは太陽光に当てて硬化させます。こういう感じで固まりました。オープン。おー、できてるかも。こういう感じです。少し120番で整えます。鉄鋼用ドリルバーとミニバイスを使います。2ミリをセットしました。開けてみます。よいしょ。これでジョイントの完成です。こういう感じでジョイントのパーツができました。大きさ違いをもう一つ作っておきます。こういう感じで長さ違いを作っておきました。ベースコート1回目乾燥中です。ベースコートを2回塗っておきたいと思います。今回お手本にするのはぐるっと回すとこういう感じのカラーです。購入した時はめちゃくちゃ綺麗かったんですけども、使ってたらボロボロになってしまいました。ベースコートも2回塗り終わりました。耐水ペーパーの旋盤で表面を整えます。それではホワイトを拭きます。乾かします。乾かします。白をもう一度拭いておきます。乾かします。乾かします。白色も乾いたと思うので、ステレルンデス筆を使ってエポキシニ液混合タイプ10分型を塗ってコーティングしていきます。エポキシは流れやすいので10分ぐらいくるくるさせながら乾かしていきます。エポキシも乾いたと思うので、耐水ペーパーの360番で整えてから旋盤で仕上げていきます。こういう感じで整ったので、油性ペイントマーカーの蛍光黄色と青を使って上半分ぐらいを塗りたいと思います。乾かします。
こういった少しはみ出しているところを耐水ペーパーの旋盤で整えます。こういう感じで整えてみました。黄色を拭きます。乾かします。乾かします。口の中をネイルカラーの赤色で塗っておきます。乾かします。それではまた、ステレルンデス筆を使ってエポキシに液混合タイプ10分型を塗っていきます。10分ぐらいくるくるさせながら乾かします。10分ぐらいくるくるさせながら乾かします。エポキシも乾いたので、耐水ペーパーの360番で整えてから旋盤で仕上げます。フロッグ模様も描けたので、デザインナイフでカットしていきます。こういう感じでカットできました。マスキングテープを3本平行に貼ってから、マスキングファイルでマスキングして、デザインナイフでカットしました。背中側に貼っていきます。こういう感じで貼れました。発色を良くするために一度ホワイトを拭きたいと思います。乾かします。白も乾いたと思うので黄色を拭いてみます。乾かします。先ほどと同様にマスキングテープを貼ってから、ファイルを当ててマーキングして、デザインナイフでカットしました。黄色も乾いたので、またマスキングテープを貼ります。黒を拭きます。乾かします。マスキングテープを外していきたいと思います。
こういう感じでフロッグ模様がつきました。ここの境界線がちょっと気に入らないので実験してみたいと思います。マスキングテープをカットして、そして少しポキッと折ります。そして貼ってみます。ここに空間ができるので、白を塗って黄色を塗ると少しボケが出るんじゃないかなと思ってます。それでは他の部分もマスキングして白を拭いてみます。乾かします。白も乾いたと思うので黄色を拭いてみます。乾かします。反対側も同様にマスキングテープをポキッと折って貼ったのでホワイトを拭きます。乾かします。反対側の白も乾いたと思うので黄色を拭きます。乾かします。マスキングテープを外してみたいと思います。こういう感じで少しボケが出て良くなったと思います。それではジョイントの後ろ側も少しマスキングテープを浮かして貼ったので白色を拭きます。乾かします。白も乾いたと思うので黄色を拭きます。乾かします。反対側も同じようにマスキングテープを貼ったので白色を拭きます。乾かします。白も乾いたと思うので黄色を塗ります。乾かします。マスキングテープを外してみます。よいしょ。こういう感じで先ほどよりかなりマシになったと思います。こういった少しはみ出しているところなんかを耐水ペーパーの旋盤でこすって落としていきます。クリアホルダーに名前ペンの細い方のキャップでマーキングして、デザインナイフでカットします。こういう感じでカットできました。白を拭きます。乾かします。白も乾いたと思うので黄色を塗ります。乾かします。せっかく赤色を塗ったんですけども、マスキングテープをマスキングしてもう一度赤色を塗り直します。赤色を拭きます。乾かします。マスキングテープも取れたのでクリアを拭きます。乾かします。乾かします。こういう感じで塗装が終わりました。横から見たところ、上から見たところ、下から見たところ、前から見たところ、
後ろから見たところ、まずはエポキシで埋まってしまった穴を精密ハンドドリルの1ミリで開け直してから、鉄鋼用ドリル刃の 1.5 ミリで開け直したいと思います。次にステンレス釘セットの25ミリを2本取り出してジョイントをつなげてみたいと思います。果たしてどっちの長さの方がいいんでしょうか。まずは長い方から、よいしょ。長い方より短い方がカッコがいいのでこっちでいきたいと思います。そして長すぎるのでおすすめはできませんが、ペンチのスリム型ミニでカットします。刃が欠けませんように。それよいしょ。カットできたので爪を強くする爪強化ベースコートで留めます。次にラインアイは日本の部品屋さんのヒートン 1.6×19mm を使って、こちらの真ん中のリグはナンバー3の L リグをつけてみたいと思います。フックはイーグルクローのサイズ2番をつけます。次に L リグを入れてみたいと思います。まずは仮組みしていきます。いい高さに削れているのでぐるぐるネジをねじ込んでいきます。次にネジを止める穴を精密ハンドドリルの1ミリで開けます。よいしょ、ぐりぐりっと。ネジを超精密ドライバーのプラスで止めていきます。止まったので一旦外します。カップは爪を強くする爪強化ベースコートで止めます。よいしょ。塗って入れます。次に瞬間ゼリータイプを塗って、よいしょ。ネジを入れていきます。フックを通します。そしてまたねじ込んでいきます。よいしょ。ネジ穴に瞬間接着剤を入れて、ネジを入れて止めます。これで L リグがつきました。リアフックはス
スプリットリングの3番をつけてから止めました。次に100均で作るオールドグラスアイ風のレジン液で作ったアイを爪楊枝やステレルンデス筆を使ってエポキシネーキ混合タイプ10分型で止めます。乾かします。エポキシも乾きました。これで完成になります。横から見たところ上から見たところ下から見たところ前から見たところ後ろから見たところです。ウェイトは 22g です。浮き姿勢です。こういう感じです。オールドヘドンのジグワグと比べるとこういった感じです。まあまあいいと思います。やったね。それでは軽く投げてからちょん。お、いい捕食音も鳴ってくれてます。そして巻いてくる。おお、すごい。浮いてからただ巻き。潜らすといいダートをしてくれてると思います。やったね。浮いてくる。大成功だと思います。今回はジグワグ風のスイミングテストでした。チョーンとすると捕食音も鳴ってくれてピンポイント攻撃も使えそうです。そしてモグラスとダートしてくれたので良かったと思います。
ヒットルアーは100均で作るトップウォーターシリーズオールドヘドンのジグワグをお手本にしたルアーでした。やったね。それではまたノーザンラージマウスのビッグバス45アップが釣れるまで使ってみたいと思います。ご視聴おおきに。